東京ビッグサイトで開かれている世界最大級のアニメイベント東京国際アニメフェアを石原知事が見学しました。国内外のアニメ制作会社、玩具会社など過去最大の289社が参加するアニメ業界最大のイベント東京国際アニメフェア2008。3日目の今日は新銀行の追加出資問題に一区切りがついた実行委員長の石原知事が会場を訪れ、各ブースを見て回りました。石原知事はまた2016年のオリンピックで聖火台に火を灯す予定の鉄腕アトムと一緒に写真撮影に応じるなどしてオリンピック誘致をアピールしました。東京国際アニメフェア2008は明日まで東京ビッグサイトで開かれています。